皆さんこんにちは、レトロソの川端です。今日1月26日です。1月26日の、ランチの情報を、紹介します。今日のランチですが、パスタがモトロソ風カルボナーラ、ちょっと普通のカルボナーラとは、違いまして、温泉卵を乗せたトロトロの、カルボナーラです。あとパスタもう一つですね、トマトとリコッタチーズのペンネです。で今日のカレーはタイ風白カレーをご用意してます。ランチは、こんな感じです。あとですね、今日はキリンチャレンジカップが、あるんですけれども、今日の夕方6時から、10時までちょっと団体様の貸し切りのパーティーがあるため、ちょっとその時間がご利用いただけなくなっております。10時以降のお時間でしたら営業再開していますので、よろしければそのお時間に来てください。よろしくお願いします。